はい、今日はですね、鈴鹿まで来ました。というのはね、キングカズさんにね、会いに来ました。まあ、会えるかどうかね、ちょっとわかんないですけど、悪天候の中、ちょっと早起きしてね、2の公園というか、グランドまでやってきたんで、はい。まあ、会えるかどうかわかりませんが、はい。撮ってみたいと思います、カズさんと。楽しみだね。初めてだね、カズさんに会うのもね。はい。まあ、それでは、行ってみたいと思います。どうなの、キングカズ。ないね。あの人が金髪かかな。わかんないですね。遠いんで。白髪の人、そう違うよ。小さすぎる。めっちゃ遠くてわかん。顔が。うん、一人白髪の人だけど、それか、今日からもう顔だめしてる人、うん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 、監督かな。いやー、もう違うな、なんか違う感じします。うん、違うな、うん、休みかな。ないんじゃないっけ。ないっすか。でも大きい車あったもんな、それ。そんな、ないのはちょっと悲しい、うん、はい、9時になりました。今から練習開始みたいなんで、エンジンが組まれております。はい、鈴鹿ポイントゲッターズ、初めて来ましたね、またね。はい、うん、どうなんだろうね、中に三浦和さんがいるのいるんですかね。わからんね。どうするんでしょうね。そうですね。ちょっとあの白髪の頭の人が三浦和さんっぽいけど、ちょっとね、あの人を中心に撮影していきますか。はい、そうですね。ね、はい。うん、お、お、走った。走った。あー。違うかな。違いますよね。違うな。そう。あれいないぞ。カズさんじゃないか。うん、違いますね、やっぱり。違うよな。そう。違うんですか。違うよね。なんか違う気がするんですよ。うん。監督？コーチだな、あの人。コーチ。見た方が早いわ。ええ。わからん。カズさんってどれって何番目ですか。カズさん。あの中にいますよね。黒の10番がキングカズさんですか。はい、黒い字で書いてある10番ですか。ありがとうございます。黒の10番だって。全然わからんもんな。これ10番がわかんないですね、黒の。わかる。背番号10番、手がかじかみそうなぐらい寒い。いるんだな、いるみたいですね。うん、たたたたたたた、いました。たたたたたた、おーし、よしよしよし、わかったわかった、わかりました。全然わかんない。奥だ、奥、奥、うん、よしよしよし、あっちあっちあっち、あ、多分あの人かな。そう、わかった、わかりました。よし、目離すなよ。はい、何撮ろう。カズさんすごいね、わかった、やっとです。わかったわかった。これこれで俺全然違う人撮ってたらどうしよう。若いですね、若い、動きがすごい若い。違和感ないな、うん、すごいね。かっけえ。あ、もうちょっとじゃん、カメラ
いいね、どうぞ、どうぞ。あ、下下下下待って、ようやく分かった、教えてもらってよかったね。おー、かっこいい。あ、顔が分かった。すっげえな、スーパースター、かっこいい。本当に50オーバーかよ。すんげえキレッキレじゃん。持参感がゼロだね。ゼロですね。すげえね、うん。こっから見るだけ、シルエットだけ見たら本当に全然2、ね、30代見えますよ。取りました。はい、見ちゃうね。見ちゃうね。マジで平日だもん。結構見たくても関係ない。あ、すげえ早い早い。すげえ。かっけえ。取った。取りました。拍手しちゃった思わずね。かっけえ。すげえ。あれカズさんいなくなったぞ。何ですか。うん、あれ10番違う人だ。あ、これ、え、どこ行った。カズ番入ってるもん。どこに変わった。カズさん、カズさん今電話出ましたね。あ、出ました、うん。
ゲームも取らなきゃいけど、カズさんも取らなきゃいけないし、忙しいな。忙しいですね。かっけえな、カズさん。うまい、いいぞ。あ、おし、結構いい形なんだけど。うわ、すげえ、すごいね。手なかった、手なかった。あった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 。はい、ということでね、撮り終わりました。まあ今日雨もあってすごいもう悪天候で土砂降りだったんで、まあ、遠目からしか撮ることはできませんでした。まあいつもだったらなんかファンサービスで近くに寄ってきてくれたりするみたいなんですけど、なかなかね難しかったですね。でサインとか写真とかも一緒に撮ってもらおうと思ったんですけど、まあ、雨の日はなかったです、残念ながら。ということでまた今度ねリベンジしに行きたいと思いますね。まあでもね、本当に練習風景とか見れて、透明からですけどね、すごいキレッキレのね、50代とは思えないキレッキレの動きを見せてもらいましたんで、ね、それはちゃんと押さえてあるので、はい、見れると思います。まあこれを見てね、またその JFL ですけど、サッカーを見に行ってもらえるきっかけになればなと思います。はい、ご案内、喜多方ラーメン小星に着きました。まあね、人気すぎてね、街みたいです。まだ11時半なのに変な満員です。超人気店なんで、もう今日食べるのはこれチャーシューラーメン大盛りで、炙りご飯セットをつけます、ね、美味しそう。美味しそうだね。はい、マコはちょっと初めてなんでね、俺がマコ撮影するもんね。ありがとうございます。そんな感じで撮っていきましょう初めて来ました。はい、昔はね豊川とかにもあったんですよ、愛知県の。はい、でも今は鈴鹿まで来ないと食べれません。喜多方ラーメン番内小星、はい、ということで食べてもらいましょうね。はい、どうどうすか、すごいやばいね、チャーシューが、チャーシューと、うん、チャーシューね。まこ早速食べてください。麺が、あ、ちょっと太いんですね。うん、そう。うまい。あ、なんかね、醤油ラーメン。スープいってよ、スープ。スープいってよ、スープ。うん、甘い。醤油ベース。醤油ベースでしょ。はい、醤油ベースで、ちょっとあっさりな感じで、うん、甘みがあって。あ、なんか野菜の甘みなんですかね。うん、はい、チャーシュー。あ、うん、柔らかいですね。うまい、美味しいです。あ、いいな、いいでしょう、うん、めちゃくちゃ美味しいですね。ね、初めてスマート、タラタラーメン。うん、うん、うまい。なんか、ヘルシーな感じですね。卵も入れちゃってるね、ラーメンの中にね。卵も入れます。あ、もうチャーシュー丼よ。おーい、美味しそうですね。うん、うまい、うん、いける。あ、美味しい、香ばしい。あ、いいね。チャーシューがね、炙ってある、炙ってあります。香ばしい味がして、うまい、甘辛くて美味しいですよ。ちょっと煮卵は溜まったんじゃない、もう、うん、これ隠しやった煮卵。はい、よし、美味しい、うん、どう、うん、うん、あ、うん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 、濃厚で君が美味しいですね。いいね、うん、はい、食べ終わりました。完食でございます。はい、ぜひね、鈴鹿ポイントゲッターズ練習を見た後は、その喜多方ラーメンこぼしにね、美味しかったね。ごちそうさまでした。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。